シュベット解放区の酒井です。本日は地獄見たくないのというところでお話をさせてください。はい、どういったことかと言いますと、まあ、先週ですね、少しまあ時間の方がありまして、まあ、YouTube の方でライブで作業ライブということで、まあ、ダラダライブとかということで、作業してる部分を、ライブで放送させていただいたんですよ。で、その中で、まあ、そのライブっていうのは、まあ、いろいろ作業していくっていうことなんですけど、まあ、このロックアーム前後、やっと、組み上げることができたということで、僕自体はめちゃくちゃ嬉しいということと、まあ、ね、今月、やっとデニムを履くことができたっていうことでね、なかなかね、ちょっとね、3ヶ月間ぐらいちょっとデニム、ピチピチのやつを履けなくて、ちょっと体に負担がっていうところで、まあ、楽しいことはいろいろあるんですが、まあ、地獄は見たく、それはもちろん皆さん地獄は見たくないと思うんですけど、まあ、DIY、バイクDIYをやっていく中で、そういったことってちょっといろいろあるのかなと思って話をさせてください。このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク、DIY、バイクメンテナンス、バイクについての話をさせていただいています。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。あと同時ですね、動画の方グッドボタンしていただけるとテンション上がりまして動画を撮っていくことができますので、そちらの方もお願いします。あとですね、 LINE の方で公式というのと、あとオープンチャットというのも作ってますので、そちらの方で皆さんとお話できたら嬉しいなと思っています。はい、では地獄見たくないのというところで話させてください。はい、まあ同じ話になるんですけど、先週ですね、このロッカーカバー、まあ、ロッカーアームのブッシュのクリアランスですとか、まあいろいろやって、まあ動画いろいろ作らさせていただいたんですよ。で、その中でふと僕は思ったことがあって、ちょっと勘違いしてる人もいるのかなというところで話なんですけど、要はですね、これこっちのロッカーカバーか、これは動画作らさせていただいた、まあ、エンドプレイまで、最終エンドプレイということでなって、まあ、この動画見てもらえばわかるんですけど、まあ、組み上げ方ということで動画作ってるんですよ。で、まあ、こっちすごいスムーズに行きました。で、こっちスムーズに行ったロッカーカバーですね。まあ、修理というか、まあ、オーバーホールというか、まあ、ね、調整がうまいこといきました。で、こっちはうまいこといかなかったんですよ。で、僕的にはですね、まあこのハーレーダビッドソンっていうのは、まあシリンダー2つある、前後と後ろあるじゃないですか、ヘッドもシリ2つ部品があるんですよね。で、同じなんですよ、そのオーバーホールの仕方であったりですとか修理の仕方っていうのは。なので、作業動画として、まあ普通の動画として上げるのはこっちは調整の仕方とかっていうことで、こっちで動画作ったんですよ。で、このその動画を作るためにまあいい部品をこっちに寄せたんですよね。うん、だからこっちはスムーズに行きました。で、こっちはものすごいライブを見ていただいた方いると思うんですけど、めちゃくちゃ大変だったんですよ。こっちのロッカーカバーの方はいろいろ調整が必要でめちゃくちゃ大変でした。けどやれることができたんですよね、最終的にはね。もう今これ完全に調整取れてます、やれることができましたよと。で、その中で、そのライブで私は放送したんですよ。理由としてはですね、ライブ、まあそうですね、2日ライブやったんですけど、両方で12時間です。あ、11時間か。6時間のライブと5時間のライブということで、まあ、全部見ていただいた方もおられるかと思うんですけど、で、その中で何が起きたかというと、登録をやめた人がいるんですよね。まあ、登録解除をした人が、まあ、たくさんいます。もうこれね、ずっとそうなんですけど、僕ずっとやり方一緒なんですよ。ヘッドのオーバーホールのバルブのやり方とか、あれは普通に動画撮って、もう一方は、まあ、ライブで皆さんに見せるっていう、そういうスタイル、そういう流れでやってるんですよ、動画作ってるんですよ。で、その中で毎回思ってたんですけど、ライブで作業を見せると皆さん登録を解除されるんですよね。で、これって僕別に登録解除については、私のチャンネルはこう熱い人たちが集まってくれれば嬉しいと思ってますので、まあね、それ見て僕のことが嫌いだとか、まあ、酔っ払いライブとかで、まあ、嫌いと、まあ、それはもうしょうがないと思ってるとこなんですけど、その中でその嫌いとか好きとか動画面白くないとかじゃなくて、ちょっとその勘違いしてる部分がで伝わってたらあれだかもしれないんですけど、まあ、こっちはいい部品を揃えたんで綺麗に動画が撮れましたよと。で、こっちは悪い部品だったんで、で、11時間調整するのに、時間かかりました。で、それって、多分動画を見た時にずっと同じことやってたりするんですよ。でも地獄みたいな作業。まあ、この間で言ったら、まあ、とんでもないやつは、カラーっていう部品があるんですけど、まあ、どこでもカラーついてると思うんですけど、そのカラーを永遠に削り続けるとか。うん。で、結局それ意味がなかったとかね。まあそういったことをやるんですよ。まあそれ11時間かけてやります。で、なんとか11時間で調整取れました。で、これって僕の中では想定内なんですよ。
11時間作業するっていうことは、それはこっちいい部品集めて、こっちちょっと調子悪い部品で組み立てますよっていうことを最初から分かってたわけですから、そうなることは想定内。まあ、基本ですよ。毎回そういう風です。けど、これをライブ、その様子、これを調整していく様子を、ライブを見て登録をやめるって方は、そんなことやってられるかみたいなことを思ってるのかなと思ったんですよね。で、そこで結構、これって普通のことですよっていうことをお伝えしたいんですよ。そんなにうまいこといかないですよと。DIY をやっていく中で、うまいこといく場合もあります。けど、うまいこといかないときは、もういろんなことやらなあかんですよね。なぜかって言えば想像を超えてくる、想定を超えてくるから、道具がなければストップですし、部品がなければストップ、そういったことも考えたら、もうそれ時間11時間結構早くやれた方だなぐらいのことを思ってる、段取り良かったなぐらいのことなんですよ。だけど DIY はそう、これが基準っていうのを分かってない。まあ、これ僕の基準になるので、ちょっと微妙な話になってくるんですけど、これは結構当たり前のことと僕自体は思ってるんですよね。だけど、DIY はそんな、なんか簡単に DIY できるって思ってたら、ちょっと、本当に地獄見ます。あれ、今回のこのライブを見て、うわ、こんなんやっとれるかっていう人は、ちょっと、その DIY、バイク DIY の、その捉え方がちょっと認識が浅いような気がしたんですよね。理由、その登録をやめた理由っていうのが、そこが、それが原因なのかどうかっていうのはわからないですけど、DIY こんなもんっすよ。本当に僕がリアルでやってる、ライブ。本当こんなもんです。多分ね。だから昔と俺は変わってないし、昔からこんなもんでした。こう、やっぱり、こう、DIY 自分で直そうと思うと、いろんなことが、もう、初めて見るものばかりですし、それはそうですよね。車種によって、それはね、何回も同じのをやってれば、いろいろ経験も積んでくるとは思うんですけど、ほぼほぼ初めてやることなんですよ。だから、買ってもいかないし、その仕組みもわからないし、だんだんやっていく中で仕組みが分かっていく。殻を削って意味なかったなっていうのは、僕は今回勉強になったんですけど、けどまあ、そういったことで、そう、DIY は結構僕がやってるライブ結構当たり前とか、こういったこと多いですよっていうことです。で、なおかつ今回この2つやった中で、こっちはいい部品を揃えたから10分ぐらいの動画ができましたよね。もうちょっと時間かかってますけど、基本10分で収めることができました。こっちは11時間かかりました。うん、この11時間想定内で、別に僕的にはまあしっかりできたし、早くできた方っていうようなニュアンスなんですよね。そこのニュアンスがちゃんと分かってもらって、出れたらいいなと思って本日の動画を作りました。はい。だからね、結構ね、削ったりとか、なんか調整したりとか、意味がわからなくて取ったりつけたりとか、そういったことめちゃめちゃ大変、もう削って、つけて、やってみて、ダメで、トルク入れてみて、ダメで、もう本当にずっとそれを繰り返すんですよね。うん。それがまあ、地獄っていうふうに思う、もうやだ、こんなんやっとれんっていうふうに、やりますよ。やらんと DIY やれないのかなとか、まあ、そういったいろんな DIY の中身もあるとは思うんですけど、まあそういう地獄ではなくて全然天国、まあそれができた時はめちゃくちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいですからね、俺できたから。うん。すごい大変だったんだけど、いろんな想定外のことが起きてね、その想定外をどんどんクリアしていく。うん。すごい楽しい。それがまあ、その DIY の楽しみの一つっていうところでもあるとは思いますので、まあその DIY、バイク DIY がどういったとこなのかというところで、なんか僕のそのライブで、もうこんなもんやっとれるから地獄みたいな作業だな、みたいなっていうところではなくて、それは結構当たり前のことですよということをお伝えしたくて動画撮らさせていただきました。はい、本日の動画ありがとうございます。